大相撲初場所千秋楽28日東京・両国国技館丸琴ノ若上手投げ松円黒丸イコール本割写真照ノ富士との一戦勝負が決まった瞬間丸照ノ富士寄り切り琴ノ若黒丸イコール優勝決定戦優勝決定戦を終えた下久部屋琴ノ若は1分以上黙り込んだ後悔しいですと言葉を振り絞った テレビに決定戦の映像が再度流れると、自身が土俵を割った瞬間に唇を噛んだ。本割はショーザ猿を上手投げで下したが、過去に一度も勝ったことの泣いてるの藤の壁は高かった。操作しになりながら巻き替えを許し、横綱の圧力に屈して寄り切られた。結果がすべて、最後に負けるということはまだまだ、横綱に勝つために必要なことを問われると、やれることを全部やります。 ノ富士の優勝インタビューが館内に響き渡った瞬間、こらえていた涙が止まらなくなった。だが本割の白星で自己最多13勝目を挙げ、大関昇進の目安とされる、三役で直近3場所33勝以上、を達成。取材後、今度はテレビで、のノ若の大関昇進が確実に、とニュース速報が流れた。付け人たちが拍手を送る。 ようやく少しだけ表情が緩んだ。